続いての発表はプログラム10番専修大学北上高等学校による岩手の民謡南部俵積み歌チャグチャグ馬っ子外山節です。それでは演目の紹介をお願いいたします。こんにちは、専修大学北上高校郷土芸能部です。本校の郷土芸能部は東北地方の民謡、歌、三味線、尺八、太鼓で演奏しています。入部して民謡の世界に入り、初めて触れた和楽器の魅力、奥深さを感じながら日々練習に励んでいます。日本民謡は日本各地で庶民の間に歌い継がれてきたもので、庶民の喜びや悲しみ、人々の愛など人生の感情、その地域の特色を表しています。ゆっくりとしたテンポの歌、寂しい曲調の歌、素朴な曲、そして陽気な民謡と様々です。岩手県は民謡の宝庫とも呼ばれています。本日は盛岡市の北方に薮川村外山があり、そこの牧場の作業員や人たちが歌った外山節、おめでたい席で歌われ家運繁栄を祝福する南部民謡の南部俵積み歌、愛馬の無病息災を祈願する歌で、今でも民族行事としてパレードが行われ広く知られているチャグチャグ馬っ子の3曲を演じます。皆様に民謡の素晴らしさを伝えできるよう、そして楽しんでいただけるよう、部員一同精一杯進みますので、どうぞお楽しみください。Oh.
「
専修大学北上高等学校の皆さん、ありがとうございました。ここで休憩。